大分市三吉にやってきました。あなたの胃袋にすましを売ってくれる新田さんです。東九州自動車道大分三吉インターすぐそば、燃えるような牛の看板が目印の焼肉スマッシュ。さてその店名の由来とは。焼肉スマッシュの20秒チェックスタート。まず入ると正面にカウンター席があります。一人焼肉にもおすすめですね。そして目立つところにトロフィー、お写真、こちらは一体何なんでしょうか。テーブル席6つあります。ランチメニュー ABCD とあります。窓にはお写真が貼ってある昼も夜も営業しているお店です。焼肉スマッシュっていう由来は何なんですか。テニス部なんで焼肉スマッシュです。窓ガラス、うちのテニスコートです。あんなはっきりとテニスなんだなって思いました。間違いないです。トロフィーだったりとかもそうなんですか。仲間が撮ったトロフィーもありますけど、お写真も一緒にやられてる皆さんってことなんですね。そういうことです、そういうことです。で、はい、お店カウンター席もあるからやっぱり一人で来る方もいらっしゃるんですね。そうですね、僕らとお話ししながらだったり、まあこだわりの自分のペースで焼いていただくというか、うん、ありがたいですね。はい、メニューテニスなんですね。頑張れ D 級、はい、普通の C 級、我々です。勝者の A 級。そうなんです。勝者の A 級はなんか行き過ぎてるからね。じゃあ、目指すぐらいでいいですかね。はい、目指せ B 級はやっぱり盛りだくさんですね。そうなんです。タン塩、上カルビ、鶏ももにおすすめの小ホルモン、これすごいですね。どんぶりサイズ、はい、パワーがですね出るのはやっぱ米を食わないと。はい、うわいいですね。おいしそう。どれがよく出るんですか。 B 級ですかね。あ、そうなんですね。 B 級ランチが一番、はい、うわいい色。もう端子は間違いないですよね。違いないですね、はい、程よい弾力とこのさっぱり感で、噛めば噛むほど肉汁がジュワーって広がってくる感じがいいですね。さすがです。幸せ。ももの皮が好きなんですよね。タレがたくさんあるんですけど。そうなんです、当店自慢のですね、醤油だれ、味噌だれ、塩だれになってるんですけども、自家製のタレです。あ、いいですね。これが塩ですね。そうですね、塩がいいと思います。あ、すごくさっぱり合うでしょ。合いますね、うん、ブラックペッパーですかね。いいスパイスになるというか、すごいさっぱりして終わりますね、うん、カルビとホルモン、はい、はい、よし、もういいかな、上カルビ。これはまあ醤油だれがいい。醤油がいい、はい、うわー、じゅわー、おいしい。スーって溶けていきますね、はい、で油があんまりしつこくない。醤油だれもいいですね。合いますでしょ、うん、あれ気になったんですか、あれはまたあれはですね、店内の写真はスマッシュママこと佐藤さんのお父さんが九重町で撮影した写真を展示しています。御年86。ちなみに実家の壁は写真だらけだそうです。うわうわ、いいですね。うわジュワーって溶けてきました。柔らかい油ですね。そうですね、ランチメニュー ABCD やっぱ4つ制すと僕的にはグランドスラムなのかなって思ってるんですけど、うまい。なんですけどグランドスラムとは別に、はい、昼飲みにアルコール100円引き。もうジャブジャブ飲んでください。ジャブジャブ飲んでだから僕も行きたいですもん。こういう店があったらいいなと、僕も行きたいなっていうのが、はい、これは攻めてますよ。スマッシュママの手作りカレー、はい、焼肉屋の、ね、カレーって言ったらやっぱあ美味しいなというイメージがあると思いますけども、形にならないお肉とか出汁もスパイスもたっぷり入って、牛のテールがベースになっててですね、コラーゲンがたくさん入ってる。もう歯はいらない感じでしょ、うん、コラーゲンのトロトロ感に旨味が詰まった肉がついてるみたいな。そうです、そうです。テールを煮込むとね、はい、鍋がもうそのまま固まってプルンプルンにこうなるんですよ。
そのゼラチンをもうそのまま丸ごとカレーに入れてるんで。あ、だからトロッと感があるんですね。そうですそうです。牛の旨味がギュッて入ってるような味ですね、はい、これ止まんなくなりますねやっぱり暑い時はカレー食べたくなりますよね。そうですね、夏もね。荒木さんがものすごいこうエネルギッシュな感じじゃないですかだから来てる人たちに元気をあげたいっていう風な感がご飯からもたくさん伝わってきますねあとやっぱり忘れちゃいけないですけどね、ジャブジャブ飲んでそしてマスターも一緒に飲もうえとか言ってねお店にお邪魔した際はマスターも一緒に飲もうえとお誘いくださいね。